歪んでる気がする。夜歪んでる気がします。これ廃墟、廃墟。ここでいいかじゃん。ここですか。他にどっかヨフファーとかあるか。いや、ここから歩くとまだ数百メートルありますよ。まだまだあります。いや、ここ半端なく広いんで、この先トンネル抜けてだいぶ行きますよ、まだ。出たら右ですね、これ。右側ですね。これ出たら右です。はい、大丈夫です。あとこの先道路段差あるんでお気をつけて。あ、しかも段差結構深いですよ。ええ、これ。段差深い。段差。まあ車馬力ありそうだから。全く光ってない建物もある。ホテル何棟もあるし、まあ、どこでもどこでもって言うとあれですね。バルトですね。なんでこういうとこ好きなの。怖い。いや別にそんな怖いとこじゃないよ。ああ、ここ行ってます。これか。てかあっち行けねえもんな、雪で。はい、ダメですね、ここで。で、逆向きにしてだいぶ山だし、寒いところ。光ってるな。あ、でもなんか除雪車もいるし、ね、あ、この建物は何に付いてるんですね。左にもっとでかい建物ありますよ。そこ行ってみますか。よし、この辺行きます。とりあえず誰もいないですよね。じゃあ車ここ止めるか。じゃあ向こう行かんねえから、じゃあここで止めております。じゃあ除雪車、あ、左からはどうですか。あ、でも行けないですか。左行って右、左行って右。雪があるとかじゃなくてですか。え、もう雪、雪があるここ右行けないですか。右雪で行き止まりのはず。じゃあ行き止まりに止めますか。あ、じゃあ逆向きにして止める。あ、じゃあどっか歩いてきます。でここで一緒じゃん、はい、まあ前から行くか右から行くか任せますよ。ちょっと後ろあるいはあのよく見えないブルドーファーの隣とか。もし人が来たらすぐ電話してね。明かりがついてるってのはマジびっくりだな。その横の建物は全く電気ついてない。